クルシチョフカの典型的なゴプニク・ゴプニクとは、ロシア、ウクライナ、ベラルーシや他の元ソ連構成国の海文化の一種である。主に、ロシア郊外に居住し、労働者階級に属する若い男性を指す言葉とされる。女性型はゴプニツァ。集合名詞はゴポタ。ゴプニクの海文化は、ロシア帝国後期を起源とし、20世紀にソ連の多くの都市で発達した。 2010年代後半にはそのほとんどが衰退したにも、かかわらず、AUE などのゴププクに似た若者のギャングが未だに、ロシアや他のスラブ諸国、バルト諸国に存在する。ひったくりを意味するロシア語のスラングのゴプストップに、由来する。一方で、支持前協会の頭文字である、GOP とも関係があると思われる。スラブスクワットゴプニクはよく、フルシチョフカや、 学校の外に集まり、かかとを地面につけながら、スラブスクワット、日本で俗に言う、ヤンキーズりをしている。これは、冷たい地面に座ることを避けるというロシアの刑務所の文化から来ている。ゴプニクは、よく、アディダスやプーマのトラックスーツを着ている。これは、1980年モスクワオリンピックのソビエト連邦選手団から普及した。それに加え、 平たい帽子やアディダスのバックパック、革靴を着用していることもある。ひまわりの種は、特に、ウクライナとロシアのコップ肉たちにとって常食である。コップ肉といえばしばしば、安いアルコール飲料や低品質のウォッカ、軽いビールや、クワス、安いタバコ、安っぽい携帯電話、ハードベース、時には、銃などが連想される。また、彼らは汚い言葉を話したり、 粗末に振る舞ったりする。ゴプニクはしばしばラーダや古い BMW を主に輸送手段として運転する。また、自らをゴプニクと自称する者たちは自虐的にこの文化の担い手であることを面白おかしく表現しており、一部の動画が YouTube 上で爆発的に再生されている。ゴプニクたちは頻繁に政治的な思想として、 ロシア民族主義やパンスラブ主義を唱えており、さらには左翼や極運のゴプニクまで存在する。一般的にゴプニクたちは強い反、西側的な思想を持っている。ありがとうございます。